南国、九州は宮崎に私はおります。気温は23度4度ぐらいでしょうか。ただ天気がいいので直射日光が、まあ半袖でも全然過ごせちゃうかなというような気候でございます。何しに来たかと言いますと、今日はね、この宮崎県の延岡にやってきております。まあ天気めちゃくちゃ綺麗。ね、睡眠時間5時間。まあちょうどいいでしょう。ここに来た理由はですね、奇祭です。はい。奇祭男。お祭り男ならぬ、奇祭男です。全国のしょっぱい奇祭を私、石川紀之が訪れ、ツイキャスを通して全国、世界のいろんな人たちに知ってもらおうという、この企画。今回はですね、九州は宮崎県延岡までやってきました。今日はね、どういうしょっぱい奇祭かと言いますと、この延岡で行われます、奇祭。ね、トトロ麺祭りというお祭りを見に来ました。で、トトロ麺祭りのそのトトロというのは、隣なたったらのトトロじゃなくて、地名でございます。トトロ。地面の地じゃない。土です。はい。土という漢字を書きます。はい。土。で、ゲロのロだね。リョフカルマのリョか。今回のこの延岡の、奇祭、トトロ麺祭り、全く情報がない。ネットに。全く情報がありません。ほとんどございません。で、その理由としまして、一つあるのが、このトトロにですね、もう一個トトロ浜祭りっていうお祭りもあるんですよ。まあ、海のお祭りでしょうね。まあ、行ったことはないんですが、トトロ浜祭りっていうお祭りがあって、そっちの情報は出てくるんだけど、そっちの情報に埋もれてしまって、今日のトトロ麺祭りに関しての情報がほとんどないという。場所もよくわからない。スタート時間と終わる時間もよくわからない。ただ内容だけはちょっとわかるっていう。そんな感じです。はい。ただ内容は、お面をかぶった怪しげなやつが木の枝で人をしばくっていうのだけは知ってます。だから、前回のガチ祭りはですね、藁を束ねた棒で、スボでこう殴られたじゃない。それが今回は木の枝になるということで、今回は木の枝でしばかれるという。ほんで、お昼過ぎぐらいから子供と大人のしばき合いがあるっていうのを、リスナーの情報でメールでいただいております。ネットでいくら調べても出てきませんで、今回のこの宮崎のお祭り、トトロ麺祭りに誘致してくれたリスさんの情報が一番詳しいという。何やら朝8時ぐらいからやっていて、夕方ぐらいまであると。なんで、ちょうど今ぐらいが盛んに行われているはずです。前回のガチ祭りもちょっと行くの早かったですからね。今日は多分ベストなんではないのかなと思いますが、一人一人おりません。本当にやっているのかという。でもガチ祭りの時もそうだったんで、まあ行きゃいいんだろうけど、なんかこのトトロの神社の近くで行われてるらしいんだよ。神社の近くで。どれほどまでにしばかれるのか。果たしてどれほどまでに奇祭なのか。今から皆さん一緒に目撃していきましょう。でも人いるわ。これ中入ってく？なんか歩いてる人いるよ。なんかガッチと同じ匂いするもん。それっぽい。軽トラ、どこだ？なんかああいう人についてきゃいいんじゃないの？なんか声する。なんかするよな。急に聞こえてきた。人がいる。なんか人がいるぞ、急に。木の枝持ってるよ。みんな同じの来てる。ほら、枝持ってるもん。あ、怖い。あ、じゃない、怖い。怖っ。熱すごい。なでてほしい。優しい、でも。びっくりした。芝から おお 木の枝持ってる。もうすごい迫力。めっちゃ見てる、こっち。構えよ、構え。ねえ。すごいな。子供には優しいんだよね。トトロ麺祭りでございますよ。たまたま。タイミング良かったね。あ、そうです。ありがとうございます。いや、このお祭り見てたんですよ。トトロ麺祭り。ただ一個いいっすか？
ネットに情報少なすぎっす。マジ迷いました。いや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 。ねえ、すごい。よかったね、タイミングね。60万人行くわ。これ多分向こうの方進んでいくんでしょうね。見に行きましょうか。なるほど。あ、それ。そう。めっちゃすごいっす。チャンネル登録しておきますね。ありがとう。ありがとうね。そうです、今ツイキャスってサイトで。で、それの切り抜きを YouTube に上げてるんですよ。そう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 。そう、だから多分今これが切り抜きになれば。縛ってくれるんですか。ね、無病息災。え、怖い怖い怖い。え、行った。ちょっと。もう一回行きましょう。いい、じゃあいい。痛っ。結構痛いよこれ、木の枝。ズボン薄いから。行った。ちょっと太ももだし。どうっていう顔するけど、どうっていう顔するけど、結構来たよ。結構来たよ。でもね、え、行った。三回目。ねえ、隙ついて。ね、腕もかなり筋肉あるからね。そう、そうなんですよ。何年か前まではこれで芝居でなんか子供たちが逃げ回ってた。そうなんで、いた。アンチみたいになってるからね。アンチみたいに集まってきてね。え、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。芝居てくれてね。え、奇才ですね。お、向こうに。子供の頭をトントン撫でてる。いいね、地元のお祭り。トトロ地区の中に入るまでやってるかどうかも分かんないっていう。ただ本当にやっております。わっしょいわっしょい。あ、祭り、ありがとうございます。いただきます。あのツイキャスっていうサイトでライブで、はい、視聴者の方にこのツイキャスっていう配信サイトなんですけど、それで視聴者の方からこのトトロの面祭りが面白いからぜひ見に来てみてくださいっていうので。そうなんですよ、初めてちょっと見させてもらってるっていうことです。はい、ご迷惑おかけしないようにしますんで、よろしくお願いいたします。はい、すいません。あ、ツイキャスっていう配信サイトで、はい、石川のりゆきって名前でやらせてもらってます。ありがとうございます。かわいいね、お子さんもね。はい、何じゃね、ライブ生放送してる人こんな感じで、ほら、そう、こういう感じでね、コメントが今ってことで流れてきてて、そう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 。え、チャンネル。じゃ、名前はね、石川のりゆきって名前だったの。そう。そうそう。あ、さし、いよいよ、もちろん。はい。有名な。あ、喧嘩しない、喧嘩しない、大丈夫。よし。身長でかっ、はい、いやありがとうございます。僕もいいですか、ね、あ、もちろん。ポイトもやり合わんでいいですか。ポイトはまちょこちょこ仲良く。ありがとう、ありがとうございます。応援します。ありがとうございます。うん、ビール、ビールいます。あ、ビール大丈夫、大丈夫、車だから。ありがとうね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいねえ。いやいや、紹介、あ、ありがとうございます。ご紹介いただいて、あ、そちらに、あ、ちょっと、じゃあ少しお邪魔します。あ、ありがとうございます。うえぇうへぇ、どうもどうも、すいません。あ、いや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 、ぼちぼちで、ぼちぼち、ありがとうございます。はい、60万ですか。まあまあ、そう、まあ近いところで、はい、いや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 。ありがとうございます。いや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 、とんでもないです、いやいや、とんでもない、いや、もう大したではないんで、すいません。はい、すいません。ああ、ありがとうございます。ゆきらしろ、いやいや、乾杯しましょうか、じゃあ。はい、乾杯しましょう。ねえ、乾杯しましょう、じゃあ、お茶で、すいません。車あるんでね。そうですよね。ねえ、そうですよね。僕が着くとこですよ、これは。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。はい、こちらこそです。ありがとうございます。こうして合法的に配信許可を取るというね。合法的にね。なんかスペシャルゲスト的な扱いになっちゃいましたけど。ねえ、いや、ほんと宮崎県延岡市トトロのね、記載でございますが、ほんと、全国お祭りいろいろ行かせていただいてますけど、ウェルカム具合が過去一という、ねえ、早速お土産をいただきまして、
午後からしばき合いがあるという。本物です。偽物いないでしょ。本物ですかって、フィギュアじゃないんだからこれ本物みたいな。着きました、霧島神社でございます。参拝しとこうかな。雰囲気いいね。天狗でもいそうな感じがする。意外と登るんですか。スッとあると思ったのに。結構上げる系ですか。結構急ですよ。トトロの街が見えます。わ、綺麗。おみこしここに来るかも。最終的に今5200人ということで6000再選させていただきます。じゃあお賽銭と。よし、お参り完了。はい。ああ、これ今祭りちょっと見てきましたよ。こっちじゃなくて、もう一個中ですわ。はい。地元の人じゃないんだけど、俺。お父さん。俺、地元の人じゃない。自由だな。あ、これ持ってるからね。確かにね。それ、どこでもらったの？どこなの？って言って。いや、お祭りで認知されてる確率、また継続ですね、これ。100%。なんだろうね、お祭りでね、のどかでいいでしょう。全国の記載に行っていいお祭りがあればあるほど豊田市の評価が下がっていくんだよ、相対的に。別にもう終わったことなんだけど、全国に行けば行くほど豊田市の評価が下がってくる。なんで豊田だけあんなことになったんだろうっていう。いや、豊田の人たちごめんね、俺のスキルが足らなかったよな。もっと面白くできたと思うんだけど、なんかいろいろ外基地が詰まってたんだよな、あの豊田市。たまたま。こんにちは。こんにちは。お祭りどこでやってる？移動しちゃった？うん。あっちの方？うん。うん、ありがとう。元気でね。あれ？本当？あ、ありがとう。教えてくれるの？うん。ちなみに何年生今？5。5年生か。勉強嫌い？勉強？算数なら好き。あ、算数好きなんだ。お、すごいな、頭いい。こっちか。国語？国語嫌いなの？一番嫌い。一番嫌い？なんでそんな国語嫌いなの？漢字覚えられない。漢字覚えられないか。そうか。数学の方が覚えやすい？算数か。あ、算数か。算数は答えちゃんとあるもんな。人集まってきたね。午後からすごいんだってお祭り。知ってる？そうか。お祭り初めてなの？そうでもない？午後からなんかお菓子とかも巻くらしいよ、聞いた話によると。あ、こっち。あ、すごい案内してくれてありがとうね。この辺かな。もうすごい海来たけど。でも声こっち、あら、あっちに人いるで。あっちに。あっちだ。もうすごい、綺麗やね。すごい。河口だ。景色映してみたら？あ、景色、あ、外亀ってことね。うん、はい、すいません、兄貴。そうだね、外亀景色綺麗だもんね。そうだよね。こんにちは。確かにそうだ。いいアドバイス。おった。ああ、ありがとう。ありがとうね。うん。大丈夫だよ。ありがとうね。気をつけてね、チャリンコね。うん、ありがとうね。なんか昔はすごかったみたいだね。なんか芝木愛みたいな。なんかリスナーで地元の人から情報ちょっともらって、午後になるとみんなお酒飲むから、芝刈れるよみたいな。え？店の中にもみんなガーって入り込んで。え？みんなでも押し合いになってもう倒れてみたいな。そんなに？太鼓がもうバシバシ。バシバシ。ほい。ご利益。そうですよね。なんか無病息災とか、なんかちょっとネットで調べたんですけど、しばかれるといいって書いてあって。はい。しばかれなくって。でも今あれじゃないですか。僕いるのバレたんで絶対しばくじゃないですか。よりしばくじゃないですか。自分でしばかれだと。めちゃくちゃ。ね。ニヤニヤしながらちょっと怖いよ。めちゃくちゃ怖いよ、なんか。ねえ。いいよ。
でもあの街の景色も良くて雰囲気も良くて、視聴者の方もすごい喜んでくれてるんで、いやいいところ来たなっていう。40年活躍です。40年ですか。すごい。御年おいくつですか。今年55。あ、じゃあ中学生ぐらいの時からずっと。高校生から。はいはいはい。みんな男前ですよ。多分しばかれるだ俺これ。どうしよう、ボロボロの姿で俺今日夜心霊行くことになるじゃん。これしばかれんな、やばー。これおい、びくしょ、待ってるよ。うん、また戻るね。ありがとう。あ、こんにちは。ご招待。はいはい、どうされました。はい、お邪魔します。え、こんにちは。ほう。あららら、人がたくさんいらっしゃって。あ、おー、わんちゃんも、わんちゃんも、どうも。おー、あー、ビル、あの、ちょっと運転がありますんで。はい、ちょっとお気持ちだけいただこうかなと思いますけど。すごい。あ、はい。ありがとうございます。どういったお集まりなんですか、これは。ご近所で。あ、いいですね、ご近所で。いいですか。あ、すいません、なんか。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、いいですか、じゃあ。お父さん横失礼しますんで。数人ぐらい見ちょいちょい。あ、そうですね。まあぼちぼち、はい、見ていただいてて、ありがたい話で。はい、すいません。いや、ありがとうございます。あ、すいません、なんか、ありがとうございます。じゃあせっかくなんで。あ、いいの、粒みかん金太陽って言うんですか。すごい、初めてのこれ。めちゃくちゃ冷えた。ありがたいですね、本当。もう結構暑かったんで、本当にいたせり尽くせりで、もう、そうです、ツイキャスってところで、はい、やらせていただいてましたので、はい、あ、頑張って、ありがとうございます、すみません、もう、失礼します、もう、ありがとうございます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 、実家みたいになってきました、なんかね、完全に実家みたいに。いやいや、美味しいです、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、もう、ぜひぜひ、もう、まあ、いただきます、もう。いや、すごいたくさん持っていただいて。これちくわちゃんかな、ちくわちゃん、ちょっと上手。ちくわポテトサラダ。あ、なんかこれ、あの、聞いたことありますよ。あの、ちくわポテトサラダで。はい。はいはい、なんか九州でそうですよね。はい。いただきます。はいはい、いただきます。うん。あ、おいしい。おいしい。ちょうどお腹空いてたんで、ありがとうございます。この丸いのは何ですか、これは。このまま。栗まんじゅうみたいな。あ、そうですか。お作りになられて。あ、そうですか。ありがとうございます。順番に食べます。はい。はい、今日すごい。もち米の上にね、栗が。おいしい。食べ応えがあります。お邪魔します。もう、まだお祭りとかこういう僕みたいな人あんま来ないです。見たことないです。あ、そうですか。じゃあ他の YouTuber センスないですね。まだ来てないってのは良くないですよね。僕すぐ食いつきましたもん、その視聴者の方からいただいて、パッて見た時にしばかれるみたいな。絶対面白いじゃないですかって言って、来させてもらいましたけど。で、見てる方もすごい喜んでくれてるんで。はい。そこまでですか。それはちょっと嫌ですよね。そこまではちょっと耳ズバレはちょっと。みんななるんですか。はい、それ何ですか。それはアップルパイですか。いただきましょう。はい、いただきます。それはもちろん。そちらも手作りなんですか。手作り。ここの奥様の手作り。奥様の、あ、もういろいろな奥様方の愛情のこもった。いや、いただきます。じゃあいただきます。アップルパイ、すごい、めちゃくちゃ分厚いよ。ねえ、見てよこれ、こんなにリンゴが入ってるんだよ。超美味しそう。焼き加減もバッチリ。ダシャッといきます。めちゃくちゃ濃厚じゃないですか。うん、うまっ。トトロ一料理が上手。トトロ一、ありがとうございます。延岡一、延岡一だったら宮崎一ですね。じゃあね、もうね、そうです。今からまたちょっとすぐに行こうかなと思いますんで、いただいてすぐにで、ね、ちょっと申し訳ないですけど、本当に美味しいご飯いただいてありがとうございます。すごいな、この、ま、前回の島根のガッチ祭りといい、なんだろう、この全国に行ってこうお呼ばれするというね、
ご招待いただけるという。美味しいご飯も食べて、昼飯が節約されていくという。いいんでしょうかね、うちがこれでっていう。そう、いやもう、その地方のね、アップルパイもめっちゃ美味しかったし、何もかも美味しかったですね。唐揚げも美味しかったし。いや、皆さんありがとうございます。ごちそうさまでした。今日はいろんな人たちが多分配信見てくれてるからね。いや、まさか小学校5年生に景色綺麗だから外で映した方が良くないって突っ込まれるとは思わなかったです。一応俺配信業、今、配信者として16年目なんですけど、小学校5年生にダメ出しされるっていう、外カメのがいいんじゃないのみたいな。ね、兄貴有能だったな。こんなにいい人たちに恵まれて、こんなにあったかいのに、この後しばかれなきゃいけないっていう、怖っていう。ガチで逃げるよ、俺、その代わり。ねえ、俺、半袖だしさ、不条理でしょ。いい街で終わろうよ。こっからみんな芝居でくるって、トリックの街じゃないんだからさ、餌で餌付けしてさ、ブクブク太らせた挙句、最後は榊で木の枝で芝きまくるって、トリックじゃん。まあ確かに芝刈りに来てるんだけどさ、俺。芝刈れないと意味がないからね。このままだと県民賞のほほんだからね。うん。え？うんうんって言った。犬？え？うん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 。飛び出し方がさ、マリオのワンワンと一緒やん。マリオの。ねえ、マリオの、スーパーマリオのワンマンと一緒やん。やめえや。めっちゃ可愛い顔して。めっちゃ可愛い顔して吠えんのやめえや。そんな可愛い顔してんのに。なんでな。人は優しいのに犬は厳しいな。水にゃんは。クソですか？クソだよな？クソだよな？そうだよな？そうだよ。え、何あれ？すごい！船！え、何あれ？おお船！ぐるぐる回ってる！何これ？すごい！え？なんか、海で、船がぐるぐる回ってる！すごい！大漁旗みたいな。わー！面白い！こんなんあったんや！すげー！海も綺麗やし、曲折機！いいね！昔ながらだね。何層 ?1,2,3,4,5,7層いるよ、7層。7層ぐるぐる回ってる。どの船にかける？いやいや、協定じゃないから。ブス島とかじゃないから。峰竜太じゃないんだよ。ねえ。協定じゃねえんだよ。ペラ見てるわけじゃないんだよ、今。あ、どうも！あ、消防車リスナーこんにちは。あの、鹿島ギャルからですよ。鹿島、あ、もうそろそろです？あ、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。嘘。そんなことある？うん、消防団。さあ、来ました。写真撮っとこう、あれ。あの姿撮っとこう。おおお、距離感間違えたら危なかった、今。ブンって言った、今。おお、来た来た。痛い気をつけた方がめっちゃ痛いよ。叩かれた。フルスイングやん。横振り一直線でバーン来て。昔え？もっとひどいよ。本当に痛かった？本当？警察に行った方がいいよ。すっごい痛マジで。いやマジ。シャレにならない。本当に手加減ないもん。あ、周りの子供たちドン引きですよ。ねえ、気をつけた方がいい。これ見つかったら最後だぜ。ちょっと、やばいって、さすがに、いたーいたーって、大丈夫？いやー、いったー、なんか、あれ、息するように叩くやん。めっちゃ、離れた方がいいんじゃない？
離れた方がいいよな、見つかったら最後だよ。なんで誰よりも叩かれてんのっていう。いった。いや、大丈夫大丈夫、危ないから危ないから。逆に近くにいたらあかんよ。優しいね。おお、みこしが、みこし来たよ。あっしゃーい。自分の方向に向けて。自分の方向？うん。うん？あそこにお賽銭するんだ。ありがとうございます。大丈夫です。大丈夫です。あ、それもいただいてるんで大丈夫ですよ。ありがとうございます。なんでよ！いた！いた！起きたよ！みんな！いた！俺？こんなに人いるのに。いた！マジかよ。お子さんには優しいかな。撫でられてる。無病息災。いいね、優しいね。で、なん？うわ、もう怖い。俺にだけ構える。もう本当に怖いから、マジで痛いもん。だいぶしばかれましたな。だいぶ。ちゃ。もう休憩がてら来るもん、休憩。いや。いったいったもうもう俺の10発ぐらいいくいったどうすか痛えよめちゃめちゃフルスイングだからね。子供みんな優しかったのにね。え、楽しい楽しい、痛いけど楽しいよ。いい映像が撮れたかい。え、そうですね、もうかなりしばかれてます。だいぶしばかれてます。ありがとうございます。お再生？再生ありがとうございます。いやいや、めちゃめちゃリアルや。いいよ、じゃあちょっとこっちでお再生入れるよ。いいよいいよいいよ。ちょっと待ってね。チャランは言わんよ。チャランは言わん。チャランは、チャランは言わん。そらそうよ。そらそう。うまいなぁ。子供たちの分までね、じゃあ入れとくよ。見て。じゃあ一番やっとこう。はいはい。じゃあ一番やっときますんで。はいはい、どうも。大事にね。はい、よろしく。はい。はい、ありがとう。はい。ありがとうね。お祭り楽しんでるからね。はい、ありがとう。頑張ってね。頑張ってね。はい。半分カツアゲやないか。いいけどね。いいけどね。全然いいですけど。半分ね。大人はちゃらんとならんよ、つってね。ちょっとぜひ、お願いしたいんですけど、国にお願いしたいんですけど、来年からお賽銭で領収書お願いします。キリがないので、はい。もし、そうしていただけるのであれば頑張りますんで。うん。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。おお、びっくりした。ねえ、こんにちは。いや、びっくりした。後期おりやないか。フィーやないよ。後期おりやないか。ねえ。あ、見てる？これ見てくれてたの？あ、そうなの、そっちで？ねえ。ん？どうした？どうした？ねえ、こんにちは。あ、来た来た、目に来た、目に来た、目に来た。気をつけた方がいいよ。逃げた方がいいよ。俺の近くにいるとしばかれるからね。うわぁ！すげえスピードで来たよ。すげえスピードで。うわ、来たよ、来たよ、来たよ。早い、早い、早い。だから気をつけないとね、今多分若者を追いかけ回してるんですよ、今。どん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 と。つか、ここまで俺しかしばかれてないんじゃないの？他の人しばかれてるの見てないんだけど。ねえ、めちゃくちゃ痛いからね。本当に耳ずばれ。ケツ。冗談だと思ってるでしょ？ガッチ祭りのさ、ゾロニキいたじゃん。3本持ってる人。あんな感じ。みんなそう。天狗さん、こっちにしばかれたい子たちいます。天狗さん、しばかれたい子たちいます。しばかれたいって。さっきから、しばかれたいって。あの子たちが、泣いて、俺じゃねえ、痛いよ。俺じゃねえ、痛い。おら、マジで痛い。病気にならない。もう怪我します。病気じゃないけど、逃げたやんか、自分ら。あんでやん、もう。いった。あれはダメだ。子供たち受けちゃあかんわ、あれ。マジで痛い。おら。お、ちょっと待って、マジで真っ赤っかになってんじゃん、俺、腹。やばいって。内出血してるもん。
薄着だから、もうちょっと、本当にやばい、マジで。足もやばいもん。もうほん、あの、分かったでしょ、今見た目で。血祭りだもん、これ、俺だけ。お母さん、これ、ちょっと見てください、僕、これ。しばかれて、これ。これですよ。気をつけてくださいよ。首もげますからね、やられたら。一生懸命逃げます、本当に。お気をつけて。痩せないと。あら、すいません。痩せます。来年、このままだと怖いね。このままだと来年ちょっと、怖いね。来たいけどね、この芝カレーはちょっと、うん。あ、いるいる、またいる、またいる。気をつけた方がいいよ、あそこ。はい、あ、でも、気をつけて、気をつけて、あれ、来た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 。いや、なんでなすりつける？やられてるから、俺いっぱい。なすりつけないね、もう。腹真っ赤っかなんだから。うん、あ、子供泣いてる。あら、かわいそう、怖いよね。あ、でも抱っこしてる、抱っこしてる。めっちゃ泣いてる。いったいったおい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 、じゃあ、いったマジで近くからいったちょっと待って、痛い、カメラ外でやめて、カメラ外で、カメラ映ってないから、いたカメラ映って、何にも美味しくない俺、普通にしかも聞いたままよ、こう行ったもうびっくりした、ここがこんなに人いるのに俺ばっかりあるもん、こんなにいるのにめっちゃ笑うし、みんなキャハハじゃないから、行ったもう盲腸なっちゃうじゃん、お姉さん大爆笑やん、横でいいの撮れたわじゃないっすよ、もう行った大変ですよ、お母さん。もうちょっと、しばかれまくりました、私。ねえ。無病息災だそうで。ねえ。いよいよ、もう。お母様、ちょっとあの、無病息災を、願って少し、よろしいでしょうか。じゃあ、はい。無病息災で。ありがとうございます。こうやってやるんだから、こうやって。もう、優しく。ああ、どうぞ、ありがとうございます。やめろ、もうやりすぎだろ。やりすぎだろ、おい。やりすぎだろ。え、メイクさん、もういっぱいやられたんだって、マジで、もう本当にもう、耳ずばれなの、俺。ねえ、ちょっと前見えてないし、ねえ。ちょっともう、いや、もうマジで痛いのよ、もう。痛い痛いちょもう、石川しばき祭りやん。お姉ちゃんが話した。あ、どうも、石川です。あ、はい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 、こんにちは。大好きですか？あ、え、大好きなんですか？抱いてください。抱いてください。はい。びっくりしました、今。ね。いやで、煽ったらまた俺やられるやん。もういっぱいやられてんだから、俺だけ。もう奇数ないよ。うわぁ、ちょっとなんで欲しくんだよ、もうやめろ、俺足遅いんだから、ちょっと、いつの間にか人がすごいですよ。待って、メンさんがさ、なんか女の子と子供とはね、写真撮ってるんですよ。俺ばっかしまくのに。ちょっと出れるところあるんですよね。それはあの、運命ですね。運命ですか、はい、僕、めっちゃしまかれたんですけどね。写真撮ってって言えばいける。ねえ、あ、写真撮ってれば撮ってくれる。はい、お白目しばいてほしいって。いやいやいや、言うたら言うたら言うたら。言うたら、いや、もういいやいや、もう、兄さん待ってる、兄さん待ってる、いや、違う、マジで本当に痛い、もう、ツーショット撮りたかったのに、ツーショット撮らせてくんな、痛い、すごいな。え、だいぶもう芝居ていただきました。はい、大変なこれ。あの人が呼んで、あの方が、はい、消防車から呼ばれてるんですけど、俺悪いことしました、俺。はいはいはい、どうしたんだろう。
こんにちは。あ、そこに、ここに大丈夫ですか。ああ僕上がるんですか。はい。うわーすごいですね。はいはいはい。うわーすごい景色。このままで大丈夫です。いいですか。すいません、靴のままで申し訳ないです。うわーおかしい。あすごい、すごい景色でございますね。えこんにちは、どうも石川と申します。ねえいい景色ですよ。もうお菓子巻きのお時間だと。すごい。ガですよ、ガですよ。なんだ向こう側、斉藤精肉店の向こう側、36部のお菓子巻きのコーナー。こちらは37部のコーナーがあります。37部。量は変わりません。はい。ただ品質はどっちがいいかわかんないですけど。あ、わかりました。ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい。36部、準備 OK ですか。マジで。こんにちは。ありがとうございます。投げるね。ありがとう。5分前。結構待ちますね。5分待つ。5秒前だよね。うん。うわあ、どうも。すごい。おかしまき。はい、どうも。はい。お菓子巻きだー、ダッシャー、ダッシャー、ダッシャー、遠くの方行きますよ、ダッシャー、ダッシャー、ダッシャー、はい、ダッシャー、すごい、行きますよ、ダッシャー、すげー、全部行ったかな。おー、こんなに人集まりまして、ありがとうございます。いや、もう本当に、いいシーンを、楽しいですね。いやいや、子供たちも喜んでて、すごいよ。ほら、ね、宮崎県延岡トトロの町にですね、トトロ町に、こんだけたくさんの人が集まって、ねえ、いやいや、お菓子巻きを、おお、ドリンクを、ドリンクをどんどん、はい、大人の方っていうドリンクね、一人一本ですよ、ドリンク、よかったね、ドリンク、すごい、おしまいだよ。うわ、いて、いた、お菓子飛んできた、向こうから、いた、今、ありがとうございます。ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。楽しい時間でした。ありがとうございます。私はいつまでもやります。よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you です。